マンレザは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県、バージェス郡に属するムニシピ。バルセロナから約64キロメートルの距離に、位置している。市街とムンセラットの山並み市街地を、北東から南西に横断するカルダネー川と、リュブラガート川の合流地点から5キロメートルの地点に、あり、水道水は、リュブラガート川から取水されている。マンレザの市街地は、侵食された盆地にあり、 それほど標高の高くないいくつかの丘に周囲を囲まれている。一帯でワイン生産が盛んであったことからマインレザーを含むバージェス群の名称はラテン語のバッカスから発生したと信じられている。ワインは主としてダン地ダンのブドウ畑で採れたブドウから作られていた。現在も一部の段ダ々ンダン畑が見られる。 フィロキセラ病の流行でワイン生産は地域の主幹産業ではなくなったが現在もマインレザやバージェス群経済にとって重要である。地中海に近いことと標高が高いことから大陸性の特徴を持つ地中海性気候である。年間を通じて乾燥しており夏は暑く冬は寒い。過去10年間の平均気温は冬は摂氏7度、春は 摂氏14度、秋は摂氏15.1度、夏は摂氏23.3度である。過去10年間の年間降水量の平均は590ミ、mm、リメートルである。降雨は1年のうち約94日で、主として春と秋に集中している。聖堂、マンレザには4000年前の定住地があったことが分かっている。カルダナル丘にはイベリア人の町があった。 一世紀ギリシャの地理学者プトレマイオスは、この町をすでにバカシスと呼び、軟弱な岩室の丘の近く、川の流れるそばに、町があると記していた。ローマのコンスル、カトンが、沿岸部のローマ定住地とのいさかいを避けるために、この地域を一世紀終わりに征服した。ローマ人は、以前からあった町の核を一新しみのりさという名に、変えたが、町は、 幾度もの戦乱で破壊された。アラブ人の存在があったことは証明されている。785年にマインレザ住民は町を捨て、町は無人の軍事境界線地帯となった。数年を経て796年、キリスト教徒軍がマインレザを占領し、スペイン編共白領へ組み込んだ。しかし827年、フランク王国に対して、 反乱を起こした西豪都貴族アイスソにより、マンレザは再び破壊された。親、フランクのバルセロナ博、ベルナトでセプティマーニアの抵抗で、反乱は失敗に終わった。841年か842年、マンレザはアラブ人に破壊された。マンレザがレコンキスタで回復されたのは9世紀後半、ギフレタモーハクによってであり、ビッグ史教座へ組み込まれた。 アラブ人の支配するリエイダと対峙していたことから、近接するキリスト教徒の諸白領は空白地帯となっており、その一つであったマンレザは、10世紀半ばになって、軍事目的のため再植民が進められた。12世紀、13世紀にかけ、アラゴン王から、数々の特権を授けられ、2つの市場を開く権利を得ていた。これらの市場は現在まで続けられている。 人口の増加は1348年のペスト大流行をきっかけに減少に転じ、危機的状況となった。マインレザの繁栄は、追いはぎがいるような、危険な状況へと転落していった。その後カタルーニャ全土が衰退の時期に入ったことで、成長は停滞した。薬病の流行、加えて1462年から1472年まで、大井継承をめぐるカタルーニャ内戦で、 不安二世とジャナラリターが対立したことが災いした。1522年から1523年にかけて、後にイエズス会を創立するイグナチオデロイオラがモンセラートからの木とマンレザに滞在した。彼はここにある洞窟で瞑想するうちに霊的啓示を受け、修道者として生きることを決意したとされている。 このため、イエズス会の歴史にとって、マンレザは重要な土地となった。スペイン独立戦争の際、マンレザの義勇軍は1808年にブルック峠で、フランス軍を敗退させた。しかし退却するフランス軍が、マンレザ市街に火を放ち、市街の多くが廃墟と化した。その後に、マンレザ市民は、新井市を用いて、再建を行った。スペイン内戦後のマンレザは、 経済成長を経験しながらも、カタルーニャとしての独自性をすべて抑圧される苦難の、年月きを過ごした。この間に、スペイン南部からの移民が、大勢転入し、地域が拡大した。聖堂へ通じる狭い工事12世紀、マンレザには、ユダヤ人世帯が500あったと言われている。彼らの大半が、タウンホール近くのグラウ、デルス・ジュエウスという狭い工事に住んでいた。 彼らの墓地は、今も、地域外にあり、フォッサナ、デルス・ジュエウスと呼ばれている。13世紀から14世紀、ユダヤ人は製造業、貿易、金貸しを制御とし、または所有する、ブドウ畑と昇園の工作を行っていた。ユダヤ人に対するキリスト教徒の敵外心は、カタルーニャ中で優勢であった。1325年、マイレザのキリスト教徒たちは、 杉越パンをユダヤ人が焼くことを邪魔しようとし、ユダヤ人たちは王に保護を求めざるを得なかった。マンレザのユダヤ人たちは1391年の大迫害から逃れられず、彼らの多くは、形式上キリスト教へ改修し、隠れユダヤ教徒となった。1414 14年以後、比較的少数のユダヤ人がマンレザに残っていた。1492年、彼らは、 持っていた、資産すべてを売り払い、国外へ去った。ありがとうございます。